葛岡駅は宮城県仙台市青葉区橋6時、葛岡下にある東日本旅客鉄道仙山線の駅である。当駅は駅前にある1991年に竣工したマンション、朝日プラザ式広瀬の森の分譲会社の全額負担により設置された。当駅開業当初は愛子、桜波発着の列車のみ停車し、山形発着の列車は当駅を 全便通過していた。単式ホーム一面一線を有する地上駅。仙台市、葛岡墓園の南の斜面にあり、ホームへは入り口から階段を上る。ホーム上には待合室がある。仙台地区センター管理の無人駅。入り口には駅事務室として使用されている小さな建物があり、その周囲に簡易水化改札機と乗車駅証明書発行機が設置されている。 JR の特定特市内制度における仙台市内の駅である。仙山線の中では、運行頻度が大きい愛子駅仙台駅間において、当駅は1日平均乗車人員が目立って少ないが、お盆や彼岸には仙台市、葛岡坊へを訪れる人が多く利用する。駅の北に葛岡霊園があり、南東に朝日プラザ式広瀬の森というマンション群がある。 南には緩い坂を下って広瀬川まで、里六地区の住宅地である。ありがとうございます。